アミータ、大丈夫か？簡単だと思う？ゴールデンパス初の女メンバーとしてリーダーシップを取って頑張っても、これまでのやり方を壊すつもりかって陰口を叩かれるだけ。私だってみんなと変わらないわ。キラットの戦士なのに女としか見てない。お利口さんのあなたに聞くわ。私は正しいことをしてるの？サバルにはたくさんの支持者がいるけど、あの人たちは何も見えてないの？それとも私が間違ってる？違う、迷ってる場合じゃない。 OK。 あの製茶工場を覚えてる？ポールはそこから消しをレンガ工場に運んだの。それをサバルは破壊しようとしている。私を無視して。それを確保したいのか？そうよ。今後人々のためになるということにサバルは気づいてない。私の意見は無視。あなたは正しいことをする人だと願ってる。サバル、アミータから工場の件を聞いた。得意の泣き落としだな。女戦士のゴールデンパスでの苦労話はもう聞かせてもらったけど、俺も以前やられた。だがお前は騙されないよな。ヘロインは毒なんだ、正真正銘の。ヌーアの手下を倒し工場を壊せ、それだけだ。トラックストップの兵士を片付けたのが誰にしろ効果的な戦闘とは。ほら、研究室の中でこの爆弾を使え。あんたがハビルだ。ハビルだ。
後のケーブルだ。煙突はもうすぐ倒れる。よし、中に入って爆破しろ。我々は外で敵を引きつけておく。サブル、レンガ工場は灰になったぜ。そいつはいい知らせだ。俺たちは毒にまみれてきたが、これでキラの教えから外れないで済む。大地と共に純朴に暮らしていた昔の日々を取り戻すことができるのだ。ありがとう、モハンの息子よ。